桜は、バラカ桜赤桜族。このうち観賞用として最も多く植えられているのが、ソメイヨシノである。観賞用として、寒山など、日本由来の多くの栽培品種が、世界各国に寄贈されて各地に根付いており、英語では、桜の花のことを、チェリーブロッサムと呼ぶのが、一般的であるが、日本文化の影響から、桜と呼ばれることも多くなってきている。 桜の果実は桜んぼ、またはチェリーと呼ばれ、世界中で広く食用とされる。日本では塩や梅酢に漬けた花も食用とされる。桜全般の花言葉は精神の美、優美な女性。西洋では優れた教育も追加される。桜では開花のみならず、散って桜吹雪が舞う雅な様を日本人の精神に表した。 国の天然記念物に指定されている桜は、沖縄県から東北地方まで25都府県に39県あり、このうち刈宿の下馬桜と大島の桜株は、特別天然記念物に指定されている。現在の生物学では、独立した種とみなされるためには、その種の中の個体に遺伝的多様性があり、個体が互いに交配して、子孫を残すことができている。 一定規模の集団でなければならない。このため野生で自生している特定の種類の桜があったとしても、それがすなわち独立した野生種とみなされるわけではない。また、主観雑種であったり、種の海分類の変種や品種であったり、全く異なる分類体系となる野生種から、選抜開発された栽培品種は独立した種の数に含めない。 桜類を桜属に分類するか、スモモ属に分類するか、国や時代で相違があり、現在では、両方の分類が使われている。ロシア、中国、1992年以降の日本では、山桜や西洋味桜など桜のみ、約100種を桜属として分類するのが主流である。一方で、西欧や北米では、各種桜とスモモ、モ、梅、 上水桜など約400種を一括して、スモモ属として分類するのが主流である。これは比較的桜類の多いロシアや中国では桜類を独立した属として分類していたのに対し、伝統的に桜類の少ない西欧と北米では桜類をスモモや桃や梅などと一括して分類していたためである。日本の科学は 西欧や北米の基準に合わせることが多かったため、従来は桜類をスモモ族としていたが、1992年の東京大学の大場秀明の論文発表以降は、実体にあった桜族表記が主流である。スモモ族は約400の野生の種からなるが、主に果実の特徴から5から7のア族に分類される。桜族、サブグ、ケラススはその一つである。 桜族は不死に分かれ、それらは非公式の八群に分かれる。このうち桜族には百の野生の種がある。桜族であり、やはり名前に、桜とつく犬桜、上水桜などは、上水桜族サブグ、パダスであり、桜族ではない。かつては、庭桜、ユスラウメなどを含む、ユスラウメ不死ゼクテ、マイケロセレススも桜族とされたが、クルースマンにより、 庭梅ア族サブグ、リシスリッスに分離された。分子系統からは、庭梅ア族は、桜ア族とは別系統であり、しかも、スモモア族、モモア族、プラニス、アミーグデラスはライアンス内に分散した、多系統という結果が出ている。ただし、桜ア族を桜シゼクテケラススと庭梅ブシゼクテリシスリッスに分ける資料もある。日本に自生する桜のうち、 現在の生物学上で独立した野生種と認められるのは次の11種、もしくは寒飛桜を除いた10種である。この内熊の桜は2018年に発見された種で、大島桜以来約100年ぶりに発見された桜の基本野生種である。日本人は歴史的にこれらの野生種とその主観雑種から里桜群に代表される。 少なくとも200品種以上の栽培品種を生み出して、花見に利用してきたのである。ケラススでの学名の他に、プラニスに分類にした場合に、ケラススと別の学名がある場合は、その一部の主なものを P の略表記で記載した。桜は、それぞれの野生種の中で交雑を行っているが、種の枠を飛び越えて、主観でも交雑することがあり、そこから有用な個体が生まれて、 幸い品種として見出されて花見に利用されてきた。ここでは日本で見られる代表的な主観雑種の学名とその主観雑種を日本語で便宜的に一言で表す場合の代表和名を記す。この代表和名はその主観雑種の中で最も認知されている桜の名前が付けられていることが多い。なお遺伝子研究が未熟であった頃から桜には学名が付けられてきているが、 現在の基準から見ると、その学名は必ずしも遺伝的に正確であったわけではないため、一つの種類の桜に複数の学名が付けられていることがあり、混同に注意する必要がある。またその存在は確認されているが正式に発表されていない学名と和名も記載する。なお、西館による主な交雑ではなく大島桜を母体として複雑な。 主観雑種により、作出された栽培品種は、競技の里桜に分類され、雑誌を表す罰で表記されず、栽培品種群のケラスス里を桜グループで表される。なお、ここでは、プラニスではなく、ケラススで表記し、さらに略語の C で表記した。ワシントン DC のタイダルベースンの桜。日本から寄贈された栽培品種の桜を起源とする。 全米桜祭りが毎年開催されている。桜は突然変異が多い植物であり、樹形、花器、花と花びらの付き方、数、形、大きさ、色、実の増減、耐候性、病害虫への強靭性などで新しい特性が発現しやすい。このため野生の桜の中から干渉や食用に有用な突然変異した個体や主観雑種で、 望ましい特性を持った個体を選抜して育成し、これを継ぎ木や挿し木で増殖することで様々な栽培品種が広まっていった。日本では主に花付きが多く、一輪の中の花びらが多く、花の色も見栄えがするなどの干渉目的で品種改良が進んだのに対し、西欧では実をより有用な食品にするため、実を大きく収穫量が多くなるような品種改良が行われてきた。 多くの栽培品種を生み出した日本固有種の大島桜。日本に自生する野生種の桜は、上記の10種、もしくは11種であり、世界の野生種の全100種から見るとそう多くはない。しかし、日本の桜に関して特筆できるのは、この10もしくは11種の海分類の変種以下の分類で、約100種の自生種が存在する他主観雑種も自生し、 古来からこれらの野生種から選抜、開発してきた栽培品種が少なくとも200種以上存在し、分類によっては最大で600種存在すると言われており、世界でも圧倒的に多したような栽培品種を選抜、開発してきたことである。日本人はこれら野生の種が他の種と交雑したりしながら誕生した突然、変異個体と有料個体を選抜、育成、 継ぎ木などでで、増殖しして、てそれをを繰り返すこと種種の栽培品種を生み出してきた。江戸ヒガニや山桜、大島桜などは比較的に変成を起こしやすい種であり、特に大島桜は成長が早く花を大量につけ大輪で芳香であり、その特徴を好まれて結果として栽培品種の基盤の親となって多くの里桜群を生み出してきた。 2014年に発表された森林総合研究所の215の栽培品種の DNA 解析結果により、日本の桜の栽培品種は江戸悲願から誕生したしだれ桜のように一つの野生種から誕生した存在は稀で、多くが大島桜に多様な野生種が交雑して誕生した主観雑種であることが判明した。なおそ名義のは大島桜を親とするが、 里桜群には含めない。ここでは栽培品種のごく一部の代表的な品種を挙げる。桜のつぼみ日本では、ほぼ全土で何らかの種類が生育可能である。様々な自然環境に合わせて、多様な種類が生まれており、日本においてもいくつかの固有種が見られる。例えばソメイヨシノの片親である大島桜は、伊豆大島など、南部団体に自生する固有種とされる。 日本では少なくとも数百万年前から自生しているとされ、先進世の地層とされるミササ層群から昔山桜の葉の化石が見つかっている。すべてではないが多くの種に共通して見られる特徴を挙げる。死有同種であり、中高木から低木程度の大きさである。若い樹皮は光沢がありカバの木にも似た水平方向の皮目ができ、この部分は細胞に、 隙間が生じて呼吸口になっている。古くなると、皮目が消えて表面から徐々に細かく風化していく。葉の形は楕円形であり、枝に誤生し、葉の縁はギザギザになっている。葉に薄い細胞が生えるものも少なくない。葉は秋になると紅葉する。根は浅く水平に広がり、ここから新たな茎がしばしば生え、不丁根もよく発生する。 桜は木を傷つけるとそこから腐りやすい性質を持つ。昔は剪定した部分の消毒も難しかったため、桜切る場か埋め切らぬ場かということわざもある。このため、花見の宴会で桜の木を折る観光客の被害によって桜が弱ってしまうこともある。しかし適切な剪定は可能である。本来、 特に自生種は病害にも害虫にもそれほど弱くはないが、人為的に集中して植えられている場合や、人工的に作られた品種はこれらに弱くなる場合もある。長寿な種の江戸ガンと山桜と、江戸ガンの遺伝子を受け継いだ抗議のしだれ桜に属する栽培品種に古木として知られる名王が多い。日本三大桜が、いずれも樹齢千年を超える老古木となっているほか、 五代桜も古木が多く、内熊白桜は樹齢が1800年を超えているとされる。それ以外にも有名で長寿の一本桜が多く存在する。ピンク色の剣六円熊貝は白色の大島桜に由来する。桜の花びらの色は一般的に白色から濃い紅色までのグラデーションの範囲にあり、例外的に黄色のウコンや緑色の魚遺構などがある。 この紅色系の発色は、アントシアニンという色素によるものであり、紅葉や若葉の赤系の色もアントシアニンの作用である。アントシアニンの合成には低温と紫外線が必要なため、温暖な地域や都市、屋内での育成は、白色が強い花びらとなりやすい。そのため、クローンであり同じ特質のソメイヨシノでも、温度環境の地域差により、西日本より、 東北の個体の方が、紅色が濃いと言われたり、温暖化による年差により、昔と比べて白くなっていると言われがちである。また開花から散るまでの色の変化もアントシアニンの密度の変化によるものであり、つぼみの紅色は開花とともに、アントシアニンの密度が薄くなって花弁が白くなっていき、散り際には、花弁で新たに合成されたアントシアニンが、 花びらや、おしべやめしべの基部に集まって赤くなっていく。八重桜の一葉花を鑑賞する栽培品種として、好まれたため様々な姿の花が見られ、花びらの数は5枚から百数十枚まで幅広い。桜に限らないが用語を挙げる。花弁が5枚までのものを人へ、5枚から10枚のものを、半夜へ、10枚以上の花びらを持つものを八重といい。桜の場合は、 八重桜と称している。また、花弁が非常に多く、一枚一枚が細長い場合、菊咲と称する。さらに、額、花弁、雄髄の中に、さらに額、花弁、雄髄のある二重構造のものも見られ、これは、段咲と呼ばれる。花弁の枚数の増え方には、雄髄が花びらに変化するものと、花弁や雄髄そのものが、倍数化する変化が見られる。 西欧と北米の分類法では、桜と同じ、スモモ属となる桃や梅は、花柄が短く、枝から直接生えているかのように咲くが、桜と、スモモはこれらと違って、長い花柄を持って織り枝から離れて垂れ下がるように、して咲く。さらに、スモモの特徴として、前年に葉があった葉根の基部に二つか三つの桃が、つくが、桜は一つの桃芽がつき。 これが花の集合体となる果女となり、この点で桜と禁煙の植物の見分けが可能である。さらに桜の中の種を見分けるには、個体差があって、見分けにくい花弁よりも、種ごとの差異が大きく見分けやすい額や、果女の形態に注目する必要がある。開花期は種や地域によるばらつきが大きい。日本においては1月、沖縄県の寒飛桜を皮切りに咲き始め、東京ではまず、 寒桜などの寒飛桜を由来とする、早咲きの幸い品種が咲き、ソメイヨシノが咲いた後の4月中旬以降に、八重桜が咲く。北海道の大山桜は5月に花を咲かせ、標高2000メートル以上では、高根桜が7月に花を咲かす。クローンのソメイヨシノは、同環境下になりやすい土地では個体ごとの開花期の、差が、少なく、ほぼ一斉に咲き一斉に散る。 日本の代表的な品種のソメイヨシノでは、開花から満開まで1週間で、満開から散るまで1週間、花の見頃は、悪天で早まらなければ満開前後の1週間程度で、ある。ソメイヨシノはクローンであるため同じ環境にさらされる、同地では個体ごとの差異はほぼなく、ほぼ一斉に先一斉に散る。なお、ソメイヨシノが、爆発的に植えられる前の江戸時代までの日本では、 遺伝的に個体差のある山桜や多様な栽培品種が花見の主流であったため、個体ごと種ごとに少しずつ次々と咲いていく桜を長い期間をかけて干渉していくという花見のスタイルであった。桜には花と葉が同時に展開する種が多くあるが、日本の野生種の中では、江戸悲願が例外的に葉が展開する前に花が咲く特質を持っており、江戸悲願から誕生した。 幸い品種のソメイヨシノやシダレザクラもこの特質を受け継いでいる。江戸ヒガンは他の多くの野生桜クラや昆虫の活動期より少し前に花を咲かせるが、他に開花している種が少ないため効率的に虫をおびき寄せることができ、これが生存戦略となっている。なお、花が散る頃に葉が混ざって生えた状態から初夏過ぎまでを葉桜と呼ぶ。桜は加賀を作ると、 歯で休眠ホルモンを作って休眠する。その後に休眠解除して、再び開花するには、一般的に、摂取5度程度の低温刺激が望ましく、低温時間の積算とその後の気温の上昇が必要である。この工程は、一般的には、冬から春にかけて行われることが多いが、秋に何らかの影響で刃がなくなった場合などに、休眠ホルモンが足りず、寒い日を二から三日経て、 その後小春日和になるとこの条件を満たしてしまい、狂い咲きが起きる。このように異常な個体の狂い咲きとは別に、毎年春に加えて秋から冬にかけて花を咲かせる十月桜や冬桜などの二木咲きの品種もある。桜が以前に比べ若干早く咲く現象も見られている。これには休眠解除の一要素である気温の上昇が地球温暖化の影響により春の早いうちに、 到来していることや、都市部でのヒートアイランド現象も影響している。また、九州では、桜前線が、普通とは逆に南下する例も現れた。これは温暖化により、ソメイヨシノにとっては、冬が暖かくなりすぎた九州南部では、休眠解除の一要素である低温刺激と、その積算時間の条件を満たすまでに日数がかかり、開花が遅れているからである。 これらは季節学的な自然環境の変化を端的に表す指標にもなっている。ソメイヨシノの花を食べるオスの乳内スズメ桜の花からは蜜が出ているため桜の花が咲く時期にはスズメ、メジロ、ヒヨドリなどの鳥類が見られる。メジロはくちばしを花に入れて蜜を吸うことが多いがスズメはくちばしが太くて短いため花の横から穴を開けて蜜を吸うことが多い。 日本においては、桜は、関心の対象として、特別な地位を占める花である。姫路城と桜、日本では固有種を含んだ、分類学上の10もしくは11種の基本の野生種を元に、これらの編集以下の分類を合わせて100種以上の自生種があり、さらに、これらから育成された、栽培品種が少なくとも200種以上あり、分類によっては600種とも言われる品種が、 確認されている。なおこのうち100品種余りは、北海道松前町由来の松前早咲きなどを掛け合わせるなどして、紅豊かなどの多品種を生み出した、浅利正都氏が作出したものである。日本では果実を食用とするほか、花や葉の使用漬けも食品などに利用されるが、特に平安時代の国風文化の影響以降に、桜は、 干渉用途で花の代名詞のような特別な位置を占めるようになった。当初は干渉の対象とされる代表的な品種は野生に自生する山桜であった。これに加えて、花弁の数や色、花の付け方などの観点から、見栄えが良かったり突然変異の珍しい特徴を持つ野生の個体を何世代にもわたって、千羽遂種しし、優れた個体を継ぎ木などの方法で増殖させることで、 様々な栽培品種が開発されて、花見に利用された。すでに平安時代には、八重桜が継ぎ木によって増殖されていたらしいことや、しだり桜や糸桜などが存在したことが、当時の文献に記録されている。また、鎌倉時代以降に、鎌倉周辺に自生する大島桜が栽培されるようになり、これが京都に持ち込まれたと考えられており、 室町時代に大島桜を由来とする不現像や三車返し等が生まれた。江戸時代には大島桜の優れた特質から寒山などの多種の里桜群やソメイヨシノなどが生まれ、河川の整備に伴って五岸飛び観の維持のために柳や桜が積極的に植えられた。江戸時代末期には現代の日本で見られるのと大差のない300を超える。 多くの品種が存在するようになった。明治時代に入り、大名屋敷の後輩や文明開化西洋化のため庭園が取り潰されると同時に、そこに植えられていた数多くの栽培品種の桜が伐採され、植えられるのはソメイヨシノばかりになっていった。これを憂いた駒込の植木、庭園職人の高木孫衛門は、多くの栽培品種の枝を採取し自宅の庭で育てた。 これに目をつけた江北地区古町の清水健吾が村おこしとして荒川邸に多くの品種による桜並木を作り五色桜として評判となりこれを講師として多くの栽培品種が小石川植物園などに保存されることになりその名脈を保ったまた京都では第十四代佐野東江門が全国にあった貴重な栽培品種や名木を収集して増殖して 保存に努めた。また、第二次世界大戦で荒川堤つつも壊滅的な被害を受けるが、第二次大戦中は埼玉県川口市、安行の植木業者の小清水亀之助らが品種の保護に尽力し、戦後の1950年頃には国立遺伝学研究所が、1960年代には多摩森林科学園が小清水らから苗を譲り受け、 現在では前社に250系統350個体、後社に500系統1300個体の桜が植えられて、江戸時代以前からの里桜の名脈を保っている。また、イギリスの園芸家、コリングウッド・イングラムが保存していた大白のように、一度日本で消滅した品種が日本に里帰りすることで、江戸時代以前の桜の名脈を保管している。戦後の高度経済成長期には、 ソメイヨシノの植樹が日本全国で爆発的な勢いで進められ、桜の中で最も多く植えられた幸い品種となっている。また野生種である江戸ガンは成長が遅いが耐久性が高く、桜の中で寿命が最も長く長い期間をかけて巨樹に成長しやすい。このため日本には江戸ガンとそれから生み出された 幸い品種のしだれ桜に長寿の巨樹がたくさんあり、それらの桜の木はしばしば神聖なものとみなされ、一本桜として神社仏閣や地域を象徴するランドマークになって、現在に至るまで歴史的に有名な花見の対象となってきた。例えば、江戸悲願の熊代桜は約2000年、薄墨桜は約1500年、第醐桜は約1000年の歴史を誇り、 ベニシダレのミハル滝桜は約1000年の歴史を誇る。今日でも桜の栽培品種の作出は続けられており、珍しい方法としては、2007年に理科学研究所が世界で初めて桜の在来品種に重イオンビームを照射して、新品種西名竿を作出することに成功している。今日、とりわけ多くの栽培品種の桜が見られる、名所としては、マサキ公園。 日本国花園、日本芸の海有機農場、造幣局の桜の通り抜けなどが挙げられる。富士山と桜。歌川広重京都府京都市、仁和寺桜は、春の象徴、花の代名詞として、和歌、俳句をはじめ文学全般において、非常によく使われており、現代でも多くの音楽、文化作品が生み出されている。古来から、桜は、穀物の神が宿るとも、 稲作神事に関連していた、ともされ、農業にとり昔から非常に大切なものであった。また、桜の開花は他の自然現象と並び、農業開始の指標とされた場合もあり、各地に田植え桜や種まき桜と呼ばれる木がある。これは、桜の場合も多いが、桜と名がついていても桜以外の木の場合もある。奈良時代の万葉集には桜を含む、 様々な植物が登場するが、中国文化の影響が強かった当時は和歌などで単に、花といえば、唐から伝来したばかりの梅を指していた。万葉集においては、梅の歌118種に対し桜の歌は44種に、過ぎなかった。2019年5月1日からの言語である、令和も万葉集にある梅花の縁が天居となっている。桜の地位が特別なものとなったのは、 平安時代であり、国風文化が育つにつれて徐々に桜の人気が高まり、花といえば桜を指すようになった。平安時代に編纂された古今和歌集の彼女にある古墳時代の大人志の歌とされる、何和の桜この花冬ごもり今は、春べと桜この花の花は梅であるが、平安時代の歌人である木とものりの歌。 久方の光の土劇春の日に静心なく花ぞ、チルラムの花は桜である。斉藤昌治は中世の知識階級に手本とされて親しまれた白、巨位が白史文集の中で桜に関する詩を27種、営じていることから、日本における桜の核の向上に与えた監視の影響について指摘している。佐賀天皇は桜を愛し、花見を開いたとされている。 左近の桜は元は梅であったとされるが、桜が好きであった人形天皇が在位期間中に梅が枯れた後に桜に植え替えたとされている。歌人の中でも特に平安時代末期の西洋奉仕が花すなわち桜を愛したことは有名である。彼は吉野の桜を多く歌にしており、特に根川くは花の下にて、 春至南園の木さらぎの持月の頃の歌は有名である。西行はこの歌に読んだ通り、旧暦2月16日に入尺したとされる。室町時代には、この西行を題材にした能の西行桜が成立した。安土桃山時代の豊臣秀吉は、第五次に700本の桜を植えさせ、慶長3年3月15日に、近親の者や諸大名を従えて、 盛大な花見を催したとされ、これは、醍醐の花見として有名である。葛飾北斎による桜と富士の絵、江戸時代の代表的廃人、松尾芭蕉は、1688年春、かつて奉公した頃のことなどを思って、様々なことを思い出す桜なり徳を読んだ。俳句では単に、花といえば、桜のことを指し春の季語であり、秋の月、冬の雪と共に、 三大記号である。花盛り、花吹雪、花散る、花いかだ、花番ン花明かり、花かがりの花は桜である。楽においては、江戸時代の奏曲や地唄をはじめとする三味線音楽に多く取り上げられている。一般に日本紅用とされる桜桜は、実は幕末頃に琴の手ほどきとして作られたものである。江戸時代に成立した儀曲の 義経千本桜では、本来その話の中には、桜が登場しないにもかかわらず、題名に桜を用いた。明治時代以降では、滝連太郎の歌曲、花などが有名である。長歌、原読花見踊りも、明治以降の作であるがよく知られている。桜の開花時期は、人口の多くを占める関東伊勢の平地では3月下旬から4月半ば頃が、多く、 日本の年度が4月始まりであることや、学校に多くの場合桜が植えられていることから、現代では人生の天気を彩る花にもなっている。令和でも桜は、ポピュラー音楽、映画、ドラマ、ゲーム、アニメなど様々な作品のモチーフや題材になっている。特に春に発表される、ポピュラー音楽では他に比べて桜を扱ったものが多く、これらの歌は、 桜ソングとして知られている。桜では開花のみならず、散って桜吹雪が舞う、雅な様を表した。一部では散り行く儚さや潔さも愛観の対象となっている。古くから桜は諸行無常といった感覚に例えられており、パッと咲き、さっと散る姿は儚い人生を投影する対象である。江戸時代の国学者、元織のりは、 四季島の大和神を人とはば、朝日に匂う山王家と読み、桜が物の哀れなどを基調とする日本人の精神の具体的な例えとみなした。また、明治時代には、ニトベイナゾウが武士道を桜と同じ日本固有の花と例えた。日本では国家が法定されておらず、天皇や皇室の象徴する花は菊であるが、特に明治時代以降は桜が 多くの公的機関でシンボルとして用いられており、事実上の国家のような扱いを受けている。急に本軍が桜の衣装を気象などに積極的に使用したほか、明治時代の不評の本領や昭和時代、同期の桜などの軍歌、戦時海洋の歌詞に桜という表現が使用され、太平洋戦争末期には王や桜乱記など特攻兵器の名称にも使われた。 また、明治時代以降は、桜は、日本の象徴として、国際親善にも利用されるようになった。全米桜祭りで知られるアメリカ合衆国の、ポトマック下半の桜も、日米友好のために、東京市長の尾崎幸雄が寄贈したものである。なお、この返礼として、日本には花水木が贈られている。その他の国との間でも、友好のために贈ることがある。 1967年以降、100円硬貨の表は、桜のデザインである。平安時代以降では、桜の花のようにみやびな印象から桜門はくらいの、高い家の家門、主に、聖は源氏の家々で使用されてきた。現在も、過疎からの男結決闘が存続し、熊本城主や内閣総理大臣まで排出した武家の細川家の家門、 桜井松平家の家門が代表される。新門や寺門にも用いられる。千鳥が淵の桜桜の人気は平安時代に始まる。説話集、斜石集によると、一条天皇の中宮の藤原明子が奈良の幸福寺の東遠藤にあった八重桜の評判を聞き、皇居の庭に植え替えようと桜を荷車で運び出そうとしたところ、幸福寺の僧が、 命にかけても運ばせぬという苦手を遮った。秋子は、僧たちの桜をめでる心に感じ入って断念し、毎年春に花の守るを使わし、祝直をして桜を守るよう命じたという。桜は春を象徴する花として、日本人には馴染みが深く、春本番を告げる役割を果たす。桜の開花予報、開花速報はメディアを賑わすなど、話題、関心の対象としては、 他の植物を圧倒する。入学式を演出する春の花として、多くの学校に植えられている。各種調査によると、日本人の大多数の人たちが桜を好んでいる。九州から関東での平地では、桜が咲く時期は、年度の変わり目に近く、桜の人気は、様々な生活の変化の時期であることとも関係する。京都市神殿と左根桜。この枝を倒ることは、 特に罪深いとされる。14世紀前半、古代醐天皇中宮野の,の西恩寺義子は、どうしても夫に会いたくなったため、この近畿を犯して、自分をわざと捉えさせて、愛を伝えた。桜の花の美しさに魅了されて、その枝を倒る者を、花盗人と言い,い、罪深さと優雅さが同居する行為であることから、実話から虚構まで様々な物語が生まれた。 桜の中でも特に、宮中の正殿である、四神殿の側にある、左近桜の枝を折ることは、大罪とされていた。古今著文集巻19が伝える伝説によれば、上限四年に1月頃の早朝、歌人の藤原定家が、侍に左近桜の枝を切らせて持ち帰るのを、官人たちが目撃した。振る舞いが風流だったので、官人たちは、優雅なことだなぁと思ったが、その噂は、 土御門天皇の耳にまで届いた。土御門は、賢春門院放棄に大栄させて、亡き謎をとの地にとが、胸や江桜うつさむ宿は、隠れしも、世辞という歌を送った。陛下は、変化して、来ると悪と君につか古九十屋やへ咲く花の影をしぞ、思うと浴びた、という。陛下の伝説は、真偽不明だが、左近桜を追ったことが、比較的確実な人物には、 14世紀前半、五大悟天皇の中宮のだった、西恩寺義子がいる。ある時、五大悟が、左近桜を鑑賞していると、義子の部下がやってきて左近桜の枝を折った。驚いた五大悟は、妻を自分の前に召し出して、九十の雲井の春の丘秋の宮尾とイカでオるラムが、どうして折ったのだろうかと尋ねた。義子は、変化して、タオラスは、秋の宮尾とイカでか 雲井の春の花を見るべきの私が、宮中の春の桜のように愛しいあなたに、どうしても会いたかったから、と、後醍醐の気を引くための行為だったことを明らかにし、夫への愛を歌った。2007年に、気象庁が発表した同年における、桜前線予想図日本では、桜の開花予想、いわゆる、桜前線や、開花や、満開の宣言が春に話題となる。開花予想は、 気象庁が1951年に関東地方を対象に行ったのをはじめとし、2009年まで行われた。2007年から独自の開花予想を行う民間の気象会社が出現し、数社が予想を出すようになったため、2010年から気象庁は開花予想の業務を取りやめて民間に任せ、観測のみを行っている。なお、桜の開花予想は、 気象業務法の定める予報業務ではなく、許可は要しない。気象庁では、桜の開花や満開を生物季節現象の一つとして、各地で特定の株を標本機として定めて、職員の目視による観測を行っている。標本機は、南西諸島は、寒飛桜、北海道の札幌伊東と根室伊勢は、大山桜、根室市は、千島桜で、 それ以外の全国はソメイヨシノであり、東京都など一部を除いて地方気象台の近隣に存在する。標本機の蕾が五輪から六輪ほころびると開花したと発表される。これをマスコミでは開花宣言と呼ぶことがある。標本木全体の80%以上の蕾が開くと満開と発表される。2009年まで気象庁が行っていた予想方法は、 各地点の冬季の気温経過や春季の気温予想等を考慮した各種計算を経て標本機に対して開花予想日を決定していた。民間気象会社の予想方法も概ねこれに近いが独自の手法を取り入れて行っているものもある。気象庁が定める東京の桜の標本機は靖国神社境内にある特定の染井吉野である。本来標本機がどれであるかは 非公開となっているが、東京の標本木については2012年にどの木が標本であるかを公開している。現代日本において、桜の開花については特に注目を集める傾向にあり、開花の時期になると、東京管区気象団の職員が観測する風景を、複数のマスコミが取材に訪れる様子がしばしば見られる。樹木全体から見た開花具合によって咲き始め、三部。 先、五部先、七部先、満開、散り始めなどと、国一国と報道される。このように木々の様子を逐一報道することは、世界から見ても珍しい例である。日本では、桜は、花見や観光など、景観等の人気が高く多くの場所に植えられている。植栽の場合外路樹、公園、庭木、河川敷等に使われることが多い。近年では、桜は、 街路樹に用いられている樹種として胃腸に次いで2番目に多く49万本が植えられている。銅や線路、河川などに沿って植えられることが多く、このようなものを桜並木という。銅などの両側に桜が並んでトンネルのような形状になっているものを桜のトンネルと呼ぶことがある。このように、あたり一面が花景色になることも多い。また、学校の校庭には、 桜が植えられていることが多い。小学校などの校庭には、児童や生徒の入学時に桜の花が咲いているようにするため、ソメイヨシノに比べて、開花期間が長い八重桜を混植することが多い。また、古くから桜の花を育てている神社や寺も少なくない。しかし、害虫や病気など手入れが大変で、大きく育つためか、その人気の割には庭木にされることは少ない。 日本では、至る所で花見に使われる木として重要である。花見の習慣とともに、桜の名所も日本全国各地にある。また、神社や寺など桜を持っている団体や地域が、桜祭りを開いている例も多い。夜の桜を楽しむために、桜のライトアップも各所で行われる。果実を食用とする品種の3系統は、大ね甘香王道、山香王道と、 中国王刀に分けることができる。6月から7月にかけて実をつける王刀の果実を日本では一般的にサクランボと呼び栽培されている多くがヨーロッパの甘川王刀系である。品種としては佐藤錦のの他に暮れない州宝、ユタカキン、ナポレオン、アメリカンチェリー等が有名である。佐藤錦は明治より山形県東根市の佐藤英介によって 品種改良され、岡田東作が名付けて、世に広めたものである。酸味が強いスカオトウは、料理に利用される。中国オトウは日本で、あまり栽培されていない。桜漬けは、一般的に八重桜の花を埋めずと塩で漬けたもので、ある。花自体も塩漬けにすると、独特の良い香りを放ち、和菓子、アンパンなどの香り漬けに使われる他に、祝いごとの席で桜湯として振る舞われる。 桜湯は花の塩漬けにから三輪に湯を注いだものである。茶碗の中で花びらが開く過程から祝いごとに使われる。婚礼や見合いなどの席ではお茶を濁すことを嫌い、お茶を用いずに桜湯を用いることが多い。湯井のには両家の縁を結ぶという縁起を表しわあたり二輪が用いられる。桜の葉は塩漬けにすることで下水分解酵素が 芳香成分に変化し良い香りを放つ。大葉漬けには多くの場合大島桜が用いられており、伊豆半島南部において生産が盛んであり、シロップ漬けにされることもある。桜餅は一般的な和菓子の一つであり、桜の葉の塩漬けで包まれた桜色の餅である。春にはこれらの風味を利用した食品なども見られる。桜の樹液を虎がかんとゴムの代わりに利用する例も、 存在する。木自体は材木として使われる。材としては硬く、湿気には比較的強い。熱伝導率が高いため、触ると冷たく感じる。木目には乏しいが、節の周囲にはメープルや土地に似た木目が出ることもある。ムクテーブル板や比較的高級なフローリング材として使用される。彫刻にも用いられる。建築業界や 家具業界において安価であるカバをカバ桜あるいは単に桜と称して一種として流通させることがある。これによる混同を避けるために本来の桜を地桜と呼ぶこともある。材としてはカバと桜は全く別物である。桜の樹皮は水平方向に剥がれ、その表面は灰色を帯びて縁があって美しいため、小物入れや茶筒などの細工物や半銀に利用される。 大島桜は別名を、滝木桜ともいい、この名前からもわかるように以前は燃料用として植樹されており、房総半島や伊豆大島にもこの用途で広がったとされる。炊いた時の香りが良いため燻製のスモークチップとしてよく用いられる。樹皮は、カニワという木薬になり、腎外、巨炭作用がある。また樹皮を薄いピンク色の染色に使用することができる。 見応えのある桜の名所を作るためには、その空間の桜が同時に開花する集中開花型の空間を作る必要があり、単一の品種のみを植栽した場合は、統一感や地域性を演出でき、花期が同じ異なる品種を植栽した場合は、華やかさを演出できる。ただしこれらの植栽方法は、集客に優れるため、駐車場やトイレの設置が必要となることが多い。 カキが異なる桜の品種を植栽した分散開花型の空間づくりの場合は、集客が分散して長い期間にわたって桜を楽しめるので地域の憩いの場に向いている。この場合、カキが違う品種を隣接して植栽した場合には、見応えに欠けることになるが、カキが同じ品種ごとにゾーンを設定してまとめて植栽することで見応えを改善できる。 落葉期の11月中旬から12月上旬、もしくは2月下旬から3月中旬を選び、厳冬期は避けること。桜の健全な生育には十分な日当たりが必要なので、隣接地に新築の建造物ができたりしない将来にわたって、日陰にならない場所が望ましい。隣接する桜との食事間隔が狭いと、日当たり屋根の発育に悪影響を及ぼし、過密であると、 病害中発生の原因になるので、10メートルの間隔を空けて植えるのが望ましい。桜の健全な生育には、水はけがよく適度に湿り気があり、肥沃な土壌が必要である。植えるのを避けるべき水はけが悪い土壌の目安は、雨の翌日にも水が引かない土壌、深さ30センチの穴を掘って、水を穴の上までに入れて1時間経過後もまだ水が溜まっているような土壌である。 また避けるべき硬い土壌は、両手で直径1センチの園芸用ポールを垂直に力いっぱい突き刺して50センチ以上刺さらない土壌である。また避けるべき栄養分が不足している土壌は、生えている草が黄色味を帯びていたり草の丈が低い土壌である。例えば、関西でよく見られるような花崗岩が風化してできたマサドの土壌は乾燥しやすく踏みしめられて硬くなり、 水はけが悪くなりやすく、栄養に乏しいため、これらの悪条件に該当する。このような土地では、桜の植栽には十分な土壌改良を必要とする。街路樹や公園でよく見られるように、桜の周りをコンクリートやアスファルトで舗装したり、大勢の人が根本の土を踏み固めるような土壌環境は避けるべきである。桜は、樹幹よりさらに根を浅く広く広げるため、 土が舗装されたり踏み固められると根に酸素と水と有機物の供給ができなくなってしまい健康を損ない受精を削いでしまうのである特にある程度成長してから根回りが舗装された場合は伸びた根が腐って死んでいき生育した上部に必要な分だけの十分な酸素と水と養分が供給できなくなり大きく健康を害するため避ける必要がある土壌が 舗装や人間により踏み固められていると、ラ頭ン種病や寝こぶ線虫病を誘発し、これらの病気は土壌を汚染する。早いうちであれば土壌改良によって病気を止めることができるが、これらで桜が枯れた場合、何度桜を植えても枯れる場合がある。このため、これらの病気にかかった土壌は加熱殺菌すること、石灰などで消毒すること、土そのものを入れ替えること、 桜の枯れた後には、数年の間樹木を植えないことなどで対策を取ることができる。土の作り方と植え方は、まずは植える3時間から、前夜程度前から桜の苗木の根を水につけておく。そして、植え穴を掘る。標準な植え穴は、直径と深さが50センチ程度であるが、土壌改良を必要とする場合は、植え穴は直径2メートル。 深さ7 0ンチ以上を必要とする。次に、上穴用に掘り出した土を6対4の割合で分け、4の土と4と同量の対比と1、平方メートルあたり1 0 0ムから2 0 0ムの肥料を混ぜ合わせて、上穴に埋め戻す。次にその上から6の土の一部を使って5センチほど埋め戻す。倒れず苗木の幹を誘導できるよう、穴の中心に、 園芸用支柱や竹を十分な深さまで刺し、傍らに苗木を立てて、残り六の土でさらに埋め戻す。八十センチから一メートルの高さで支柱と苗木を結束する。この際、苗木が未承第二の場合ははぎめを土中から出して植え、刺し第二の場合は土中に入れて植える。また幹と支柱がすれて傷つかないように、必ず保護剤で枝を巻いた上でア浅縄などの一年から二年で、 分解する紐で、きつすぎて、食い込んだり、ゆるすぎて、擦れたりしないように注意しながら鉢の字に結束する。なお支柱は、通常1.8メートルから2.4メートル程度の長さが必要であるが、枝や幹の成長が下向きになりやすい品種では、将来の樹形を整えるために竹などのより長い支柱が必要となる。 例えば河津桜などの枝や幹が横や斜め下に伸びやすい桜には基準の幹を3メートルから3メートル50センチ程度の高さまで支柱に沿わせて髪型に誘導できる長さが枝水性の桜の場合には基準の幹を4メートル程度の高さまで支柱に沿わせて髪型に誘導できる長さが望ましい。最後に周囲を土の壁で囲って水鉢を作って水を入れる。 また幹は8月下旬以降に急激に太るので、定期的に巡回して、支柱と結んだ紐が苗木に食い込まないように注意して調整する。基本的に水やりは必要ないが、夏場の乾燥している時には1週間ごとの夕方に、水鉢が満杯になるまで水を与えると良い。桜は桜切る馬か、埋め切らぬ馬かと言われるように傷口が痛みやすい。実際、 台風や人間により太い枝が折られた後に未処置だと、傷口から腐って一気に枯れてしまうこともある。このため、しばしば剪定には不向きとされるが、健全な育成のためには枝をまびく適切な剪定は、むしろ必要である。大木になってから枝を切ると健康を害しやすいため、植えてから5年目程度までに剪定をして、将来の樹形を整えておく必要があり、基本的には、 剪定はさみで切れる太さまでの枝のみにする。また、剪定をする時期は落葉後の11月から3月上旬にかけてとする。剪定する対象の枝は、まずは大木から生えていることが多い地際の彦場や大芽であり、これらを剪定しないと栄養がこれらの集中してしまう。また他の枝に絡みやすい懐枝と絡み枝も、剪定して枝同士が絡んですれて、 傷が突き普及することを防ぐ必要がある。また、胴吹き枝や1.5メートルから2メートル程度の高さまでにある枝も通行の障害になるため剪定することが望ましい。6年目以降は樹形を乱す逆さ枝も剪定することが望ましい。また、枯れ枝も剪定の対象となる。やむを得ず500円玉以上の太さの枝を切る場合は必ず切る。 枝の下側に3分の1程度から切り込みを入れてから、上から切り落とし、襟を残して、切断面がその枝の幹と平行になるように再度、切った後に、切断面に保護剤を塗る。桜と梅の剪定に関する最大の違いは、枝の花の付き方である。枝には1年で数十センチメートル伸びる長枝と1センチメートル未満しか伸びない単枝に分かれる。桜では、 長枝には、メばかりがついて、単枝に加賀がつく一方で、梅では、長枝にも、加賀をつける。枝を剪定する際は、基本的に、単枝が剪定されるので、剪定から数年間は、単枝がまだ伸びていないため、桜は花付きが大きく減少し、梅は花付きがあまり衰えないということになる。この剪定後数年間の見栄えの違いにより、桜切る場が、 埋め切らぬ馬鹿と言われることになったとも言われている。雑草を放置すると、日陰になったり水と養分を奪われたり、病害虫の発生源となり健全な生育が阻害されるため、健全な育成のためには、新芽の頃から落葉前までに除草する必要があり、特に苗木の頃は早めに対処する必要がある。買った草を根元に巻くことで土壌の乾燥を防ぎ、 次の雑草の繁殖を抑制することができる。健全な育成のために、看護へとして、落葉期間中の施肥が必要である。まずは、桜の幹を中心に、半径1メートルの炎上を内径として設定した。あと、面積1平方メートル等分になるように、同心円状に外径を設定する。そして内径と外径の間の1平方メートルごとに、深さ、 直径20センチの穴を一つずつ掘り、その中に NPK10 から10から10の肥料に100から300グラム入れて埋め戻す。植えてから6年以上経った桜の木に対しては、毎年夏季に健康診断を行うことが望ましい。植栽間隔が狭すぎたり、日当たりや土壌に問題があったり、病害中に侵されていると樹勢が衰えやすいため、 その場合は、専門家の診断を仰ぐのが望ましい。樹勢が衰えている証拠に挙げられるのは、木の上部の枝枯れが目立つ、根材の主幹部から胴吹きが目立つ、見上げると空が見えるほど葉が少ない、開花時の花が少ないか、枝先にだけまとまって咲く、幸雨があるのに葉が丸まっている、9月上旬頃に、周りの桜は、葉があるのに一足早く落葉してしまうなどである。本来、 特に自生種は病害にも害虫にもそれほど弱くはないが人為的に集中して植えられている場合や人工的に作られた品種はこれらに弱くなる場合もある。病害虫は桜の密集地では互いに伝染し集団発生する可能性がある。桜が多くかかる病気としては根頭眼種病、根流潜虫病、天狗草病、紅薬病、うどんこ病などがある。 寝頭眼種病、根竜線虫病は、根や根の付け根あたりで、コブが発生する病気である。根元の土が踏み固められていると促進される。病気にかかるとすぐ枯れるわけではないが、徐々に受精がそがあれ、桜が弱っていく。これらの病気は、病変部位を切り取り、切り取った部分を殺菌し、表面を保護する、土不在などで保護すること、土壌改良を行うことが有効である。 対策を行えば少なくとも病気の進行は抑えられる。天狗草病は枝に発生し、枝が竹ぼうき状になる病気である。この病変も徐々に桜が弱り、すべての枝に広がると手遅れになりかねない。発見したら、休眠期を待ち、消毒したハサミやノコギリで、病変部位を切り落とすことが望ましい。切り落とした後は融合剤などで回復を促し、剪定した枝は焼却。 ハサミやノコギリも切った後すぐに消毒することが必要である。消毒の行われていないハサミを使うとそれをとに移る可能性もあるので気をつけるべきである。菌が原因であるので風通しを良くすることも対策になる。公約病用ドンコ病については水気が多い場所や湿気の多い場所、あるいは病害虫が引き起こす。銅の部分に菌が入ったりキノコができることによって 病気になる。病害虫は、菌が入るための傷口を作ったり、傷口を広げるのに加担することが多い。風通しを良くすることや水気がたまらないようにすること、病害虫を駆除することによって、病気を抑えることができる。桜によくつく害虫として、2012年以降に、顕著な話題となっているのが外来種の首やかツヤカみキりである。桜に寄生する。 同カミキリの大量繁殖と食害の大きさから各地で桜、特にソメイヨシノの大量抜刀に至っており、その被害の深刻さから2018年1月に同カミキリが環境省より特定外来生物に指定された。これを受けて埼玉県環境科学国際センターでは桜へ寄生する首やカツやカミキリ対策を広く公開している。他の害虫としては 貝殻虫、シ、ハ肌に、それに、ケムシイモムシの類では、ハマキムシ、コスカシバ、オビカレハ、アメリカシロヒトリ、サクラケンモン、モンクロシャチホコなどが挙げられる。ノネズミ、ノウサギ、ウソの食害も受けやすく、乾燥防止目的で桜の根元に、多くの敷藁を使用したり、クローバーなどの植栽をするとネズミの冬場の住みかと、餌場になりやすい。 また植えてから3年程度までにのうさぎに食べられたり、かじられると致命的な被害を受けることもある。これらには気肥剤を用いることで予防ができる。桜は街路樹として植えられることも多いことなどから車などの排気ガスによって痛められることも多い。山高神大桜では桜を守るために近くを通っていた道路に迂回路が作られた。酸性部も木を弱める要因になる。 桜は北半球に後半に分布しているが、ヨーロッパや北米には干渉に適した大きな花をたくさんつける野生の桜の種はあまりなく、それらの多くは今日の人々が想像している典型的な桜とは異なっている。また、中国本土には日本より多い30種以上の野生種の桜が分布しているが、それらの種は小さな花をつけるものが多く、 観賞用にふさわしい大きな花を咲かせる桜の分布域は人々の生活圏から離れた狭い地域に限定されていた。一方日本では鑑賞に適した大きな花を大量に咲かせ大木になりやすい大島桜と山桜が人々の生活圏に近い全国のかなり広い地域に分布していた。そのため日本では歴史的に桜を干賞する文化や 幸い品種の生産が発展したと考えられている。欧米各国は江戸時代末期から日本の桜を収集し、市原虎の風現蔵、武魂などがこの時期に欧州に持ち出され桜鑑賞の文化が始まった。また明治時代の都市の近代化による桜の伐採により日本では一部の里桜が失われていたが大白や北斎などは 欧州にに、にに持ち出されて、後日日本本里帰りするることででで再び、鑑賞できるようになった。全米桜祭りが有名であり、日本が日米友好の証として寄贈した桜に起源がある。コリングウッド・イングラムは19世紀後半から20世紀初頭にかけて日本の桜を収集して研究し、オカメやクルサルなどの様々な栽培品種を生み出すなどして、 欧州での桜の鑑賞文化の始まりに貢献した。イングラムは日本から輸入して自定で栽培していた20世紀初頭までに日本で姿を消していた大白を日本に里帰りさせ日本で失われていた品種を復活させることに貢献した。1993年に日本への会は王立ウィンザー大公園に正木系の58品種の桜を寄贈し、それらは 王立旧ガーデンなどに分与され活着している。1866年にシーボルトが幸い品種の北斎を日本から持ち出し、その後日本では失われていたが、後に里帰りしたことで日本でも見られるようになっている。1977年から3年にわたって日本家の会がハンブルグ市の日本人会の依頼を受けて5000本の桜の苗木を同士に寄贈し、 それらの桜は、アルスター湖畔や公園に植えられた。またテレビ朝日と日本芸の会は、ドイツ統一を果たした記念に、ベルリン市に1991年から6000本の桜の苗木を寄贈し同士のベルリンの壁跡や、隣接するポツダム市にも植えられた。またボンには、関山の桜並木があり有名な花見の名所になっている。 日本家の会が1981年にベルサイユ市に桜の苗木を5000本寄贈し、それらは市内の病院や公園などに植えられた。日中戦争中、日本軍により武漢大学に28本の桜が植えられた。終戦後、これらの桜は歴史的観点から伐採されかけたが保存されることになった。1972年、 日中共同声明による日中国交正常化に伴い桜が日本から武漢大学に寄贈されその後も次々と寄贈され現在は武漢大学には約1000本の桜があるこれらの桜の80%は日本軍が植えた桜の直径の子孫である新型コロナウイルスの蔓延で花見ができなくなった2020年には武漢大学の桜の様子が ウェブで公開され、延べ7億5千万回視聴された。桜は頻繁に中国と日本の友好関係に利用されている。日中国交正常化の翌年の1973年、日本は中国に友好のシンボルとして桜を送り、それらは北京の多摩園丹公園に植樹された。その後も桜の木は増殖されて植えられ、同公園は桜の名所となった。 1997年、道の区銀行と樹木院の斉藤和夫が日中友好のために武漢市に桜公園を開くことを計画し、同年から桜で有名な広崎公園がある広崎市が武漢市に桜の植樹や幸いの指導をするようになり、2016年には武漢市と広崎市が友好協定を締結した。2001年に東高岡園が開園し、 2018年には250万人が花見に訪れる名所となった。ソメイヨシノやしだれ桜など60種類の桜が1万本植えられている。無尺市の無尺国際花見ウィークは1980年代に坂本慶志郎氏と長谷川清美が中日桜遊戯林2500本の桜を植えたことから始まった。2019年現在、 中日桜遊戯林は毎年50万人の花見客が訪れる名所となっており、100種類の桜が植栽されている。1990年代後半から21世紀に入り、訪日旅行客の増加や SNS の普及により、中国での桜の人気が急速に高まり、中国各地に開設された多くの広大な桜公園に多くの花見客が訪れている。 例えば、紀州省のタイラマン中央火園は1600ヘクタールの広大な土地に70万本の桜が咲き、世界最大の桜公園と言われている。2019年の統計によると、中国国内だけでの桜関連の観光客数は3億4000万人に達し、消費額は600億元を超えている。 このような中国での桜の人気の急激な高まりとナショナリズムにより中国では桜の起源は中国という間違った言説が蔓延するようになっている。2013年には中国共産党直属の中国網で武漢大学園林環境衛生サービスセンターの主任や中国科学院武漢植物園の専門家などが桜の起源は中国で日本には 総王朝の時代に伝わったと主張していることが紹介され、2015年には、同中国網で、東王朝の時代に、日本に伝わったとする記事が発表された。また2016年には、武漢市の金融系企業が、渋谷109に、武漢、世界の桜の故郷ぜひ、武漢大学に桜を見に来てくださいという広告を出し、一部の中国人たちから開催を浴びた。 2019年には中国桜花産業協会が桜の起源は中国であり中国の国家にすることがふさわしいとの声明を決議した。またこの協会の会長が会長を務める桜の栽培に関する企業の副責任者は2016年時点で日本に抵抗するとともに愛国的な真の方法としてチャイナレッドの真空の荷色の栽培品種を開発して 日本の桜の桜品種ををするること,をとしている一方、このような主張に反対する意見もあり、例えば、武漢大学の歴史家は、現在栽培されている桜の多くの品種は事実、上日本固有のもので、武漢大学の桜も少量の中国原産種を除けば、ほとんどが日本から来たものだ。との主張を、進化者に投稿して批判している。 なお中国側が桜の起源を主張する際には、1975年に日本で発行された桜大観を引用して権威付けすることが多いが、ここには桜の野生種の起源がヒマラヤである。可能性と野生種が中国大陸と日本列島が地続きの時代に投身して、後に日本で盛んに分化して独自化した可能性が書かれているだけである。 もちろん人類が文明を築いていた、東王朝や双王朝時代の話でも、栽培品種の話でもなく、明らかに孤独である。また上海達山植物園の職員も、多くの桜は、日本固有種の大島桜などを核にして、作出されていると主張し、中国側の主張を、恋あるいは意図せずに野生種と栽培品種を混同して、論じ、野生種の起源を用いて、 人々をミスリードしている。と批判している。深海の桜に見られるように、韓国には日本統治中にソメイヨシノが導入され桜鑑賞の文化が始まった。桜の語源については以下の説がよく知られる、桜を意味する漢字、桜は元はゆすら海を意味する文字だった。桜の字は首飾りをつけた女性、もしくは首飾りそのものを意味する。 A に気編をつけたものであり、ユスラウメの実が実っている様子を指した感じである。日本にユスラウメが入ってきたのは江戸時代後期頃のため、日本では桜の字は桜に転用された。日本桜の会は1992年に3月27日を桜の日と制定している。小学校などで使用される評価員のイメン。外枠は桜の花びらを模している。 桜関連、樹木ではない、桜を含む語、桜井、桜田、桜川、桜町、桜坂など、桜の語を含む地名は多く見られる。これらの地名は、桜の名所や土地に関する由来があるもののほか、随称地名としても見られる。人名にも桜のつくものは少なくない。桜が入った名字の時もそうであるが、近年は女性の名前として、 桜の子が使われることが多い。ありがとうございます。